はい、こんにちは。今日はですね、今ここにいます。映してもわからないですね、ここはですね、陸運局です。自動車検査場なんですけれども、大阪府和泉市の自動車検査場に行きます。で、今から今乗ってるこれですね、マツダのロードスターの初めての初回の継続検査ですね、ちょっとしようと思います。で、今はですね、時間で言うと10時、朝の10時です。で、9時から午前の検査が始まってるんですけれども、今からですね、手続きを、して検査レーンに入りたいと思います。もう自賠責はですね、更新終わりましたので、次、重量税のですね、その自賠責の、用紙持って継続の申請ですね、まず出しに行きたいと思います。それから検査のレーンに並びたいと思います。よし、まずはこの目の前の施設ですね、入って検査行きたいと思います。はい、戻ってきました。なんかね、ごたごた自分が分かってなかったせいもあってごたごたしたんですけど、一応申請はやってきました。なので今からですね、検査場の方に向かいたいと思います。午前の部ですね、午前の部の検査です。よいしょ。ですね、これからさっきちょっとよ右の方に見えた建物を、検査ラインですね、ずっと通って、手前の方に出てくる感じで一通り検査を受けます。で、検査自体はそんなに難しいことではなこともなくて、ただただもう指示に従ってライトつけたり消したり、ボンネット開けたり、アクセル踏んだりとかするだけなんですけれども、まあね、整備してないと結構落ちたりするんで、まあ、そこちょっと心配なんですけれども、一応ですね、今一通り申請の方は終わったんで、次検査の方に進みたいと思います。まあ、あんだけ並んでるんでね、まだまだちょっと時間かかるとは思うんですけどね、ちょっと待ちながら、はい、順番が来るのを待ちたいと思います。はい、いよいよ1,2,3,4 5台目入るまで5台目になりました。長かったな、30分ぐらいかかりましたね。ちょっと一旦並び直したので、一旦ちょっと後ろの方にもう一度並び直したので、多分前の さっきの動画とは車の前にいる車が違うとは思うんですけど、それは合ってますで、これからね、前の車がやってるように、なんかランプみたいにね、ウォッシャー、ワイパーの時、ボンネットの中を開けて、大丈夫か、タイヤもね、こうやって見たりとかするんで、それをね、自分がこれからやります。あと2台分、2台やったらその後ですね。今、2台前。でね、ちょうどその、泉の、ここ泉試験、検査場なんですけど、この検査場のすぐ画面向かって左に演習場があるんですよ、自衛隊の篠田山演習場っていうんですけど、ちょうどですね、さっき自分が待ってた時も撮ればよかったんですけど、ヘリコプターがもうぐるん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 旋回してて、低空飛行で面白いなって思いながら見てましたね。運が良ければそういう演習も見れたりするかもしれないですね。
ニーム、はーい。で、書類貸してもらっていいですか。はい、じゃあゆっくり前進みましょうか。感じでね、はい、久しぶりの検査なんで慌ててますけど、はい、前に青になったんで進みます。はい、よし、オッケー。
そうなの、行きます。いろいろ検査するんですけど、もう自分がもう久しぶりに受けるんで分かってなかったですね。はい、 4キロって書いてあったのにね、分かってなかった。ご迷惑を本当におかけしちゃったな。まあライトもねロービームで検査して大丈夫かなって思ってたんですけど、はい、めちゃなんかすごいいきなり音がすごいことになる。ロービームでね大丈夫かなって思ってたんですけど、はい、特に問題はなかったですね。いいかな、やっていいのかな、やっちゃうよ。という感じで一通り終わりました。はい、特に何もなし、問題なし。よかった。サイドスリップね、まっすぐ走れてるかどうかの検査するところね、ちょっと一度早く走りすぎちゃってもう一度ってなっちゃったんですけど、それ以外は特に大丈夫でしたね。サイドスリップ自体も問題なく検査できました。いや、全部 OK ですね。よかった。後軸のチェックとかも特にしてなかったんで大丈夫かなと思ったんですけど、ローも特に問題なかったですね。はい、はい、ということで一旦あそこに行きましょうか。車検証ね、もう新しいのもらえるんで、即日ですね、もらえるんで今からちょっと行ってきます。いろいろとなんだかんだありましたけど、とりあえず車検はパス OK でした。はい、あとね、一つ気をつけないといけないのが予約、車検の予約をするんですけど、予約してねギリギリに来るとものすごく迷惑かかります。なので一応ですね、自分が今受けたのが受付8時45分から11時45分のやつで、検査が、それから15分繰り上げの9時から終わりが11時55分なので、今が11時58分なんで検査自体はもう終わった感じですね、午前の部は感じなんですけれども、やはりね、中にはギリギリに来ちゃう人もいるみたいで、11時50分とかね受付に来てしまう人もいるみたいで、それは本当に迷惑かかるんで、そこはねなんとか自分もね、さっき甲府に来て
ステッカーもらいにね、あのお願いしますということで行ったんですけど、隣でね、怒られてました。こんなギリギリの時間に来ないでくださいということで、2人ぐらい怒られてましたね。はい。なのでね、皆さん、例えばね、インターネットでこの予約ってできるんですよ。インターネットと確か電話でもできたかな、できたと思うんですけど、これ予約したらね、必ず来ましょう。はい。ドタキャンはなしです。ドタキャンするとね、本来受けられる人が受けられなくなっちゃうんで、はい。はい。ギリギリに来ずに、もうなるべくね、もう8時だったらもう9時とかね、10時ぐらいに来るようにしましょう。いろいろね、手続きでもし、わちゃわちゃしてね、時間かかったとしても、10時ぐらいに来たらなんとかなるんで、はい。自分もね、10時に来て、わちゃわちゃして、10時半ぐらいだったんで、はい。そこはね、気をつけた方がいいです。はい。ということでね、今回は、車検受かりました、ということで、はい。はい。またどうぞ次もよろしくお願いします。ではでは。